はい、皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて今回使っていくカードはこいつだ、オグリスの天空竜、まあ、通称、光神竜オグリストバル。いやこいつはねマジで面白い効果を持ってて、自分の手札1枚付きパワーを2000プラス2000する、パワードブレーカー、パワー6000ごとにシールドを、追加で1つブレイクするという感じで、まあ、手札が9枚以上あったら、4枚シールド4枚割れるって、まあ、そんなに、行くことがあるのかっていうのが疑問なんですが、まあ、遊戯王のオシリスの天空竜みたいなね、クソロマンカードですねこいつは。しかもマナが6っていうのが絶妙に使いづれんだこいつは。今回はこのオグリストバル、こいつを救済していこうと思います。で今回オグリストバルを最大限に生かすためにこういうデッキにしております。もうね、ドロー、青による鬼ドローによって、手札の枚数を、かなり鬼のようにもう10枚ギリギリまで確保したいという、もうオグリストバルのためだけの、デッキになっております。青による鬼ドロー、そして赤のサポートで、オグリストバル、メインアタッカーで相手にとどめを刺すというデッキ、今回はこのオグリスの天空竜で勝利を掴んでみせるぜ。いくぜ、オシリスの天空竜をデッキから特殊召喚するぜ。したいぜしたかった、来た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 、手札には来た手札には来た、オシリスよく来てくれた。ピーカブのドライバー、これは赤子速攻に見える。よし、分かん、赤単速攻に見えてるはず、向こうは。さあ、お前はクリスタルランサーだが、俺のオグリスのがいい火力してるね。これブレインチャージ埋めます。4ターン目かな、動くのどうだ。4ターン目でいい気がするな、コンテグダ。4ターン目アストラルリーフかな。次にあれ引きたい、なんだっけ、コッコルピア。コッコルピア引けたらマジで黄金ムーブ、黄金ムーブ決まるからこれ。いやコッコルピア引いてくれ、そしたらマジで俺はもう本当に思い残すことはない、このように。いやでもコッコルピア引いてもダメなんだよ、引いたらダメなんですよ、なぜかってマナに埋めるカードがなかったわ。あーこれ殴っていいんじゃない、これ殴るよ俺は全然。ここ殴ろう、青タンでしょこいつ、どうせバウンスされても何にも変わんないんで殴りましょう。あー引いて、あーね、ユニコーンフィッシュね。あースパイラルスライダー、ピーカップかな。あーまあピーカップでしょうね、まあでも俺ピーカップ出すけどね次。相当ブロッカー困ってらっしゃる、アクアガード。もう進化してくる、パラディン来る、パラディン来ちゃう、パラディン来ちゃう、パラディン来ちゃうんじゃないの。どうしよう、ピーガブ刺さりそうだからな向こうのデッキ。あー迷うね迷うね。エナジーライトでもオグリストバルのためにねドローしたいんですよ。エナジーライト、いやピーガブ出す、いや絶対これのが強い、コスト通りに動くぜ。いやアストラルリーフで引いてから考えても、いやこれでこれが強い、俺の信じた道が一番強い。いや向こうピーカブ刺さってたみたいだから、いや俺はピーカブを信じよう。オグリストバルにつなぐ、このままサウザンドスピア君もねなかなか強いですよ。でピーカブー、これね殴らなくていいんじゃない、これね殴んないっすわ、自分何も動きません。はい、どうする、あとオグリストバルがシールド削ってくれるんで全然いいでしょう。あーユニコーンフィッシュ、シャーシャオー。はーい、相当嫌がってますね。サウザンドスピアも炸裂するからな、お前覚悟しとけよこの野郎、相当嫌いますね。エナジーライト、だがそんなにピーガムばかりを戻してていいのかな貴様、次にオグリスの天空竜が現れるぞ。ヘイ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 、次にそのヘイ、お前のアクアガードぶちのめすぜめん。ここでバウンスカードを切らせまくるしかない、オグリストバル安全に着地するための。これうわ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 あにゃんちゅうあおんおんおん、これどうしよう、サウザンドスピアありじゃない、ありよりのあり、いやここありよりのありでしょ、まずサウザンドスピアからいくか、サウザンドスピアあるか、いやスピアありましょう、ここはスピアリブ、ここでサウザンドスピア絶対ですね、絶対条件サウザンドスピア君。いやだ、使っとこう、安全に着陸するわ、うちのオグリスの天空竜。しねえバカめしねえ、よし、あー何来る、僕はすごいの、本当にすごい、本気ですごいの、それマジガチめなやつかもしれないな、本当にすごい可能性あるね。ペコタン埋めるか、
ペボタン埋めます、ペボタン埋めます、ペボタン埋めます。そしてキャックルピー&エルグリスチャバルで動いていきます。ただ火力が弱い、火力が弱い、マジで今8000弱、1万6000まで来てるな。どうせなら2万まで来たい。スパイラルスライダーやめろ、オグリスとバル、いやー、オグリスの天空竜アクアガード、いやもう進化してくる、いや殴ってくる、いや全然いいね、それぐらい。私は一向に構わん。あー、マーメイド来ちゃったら、ってことは埋めるべきではなかった。いやー、どうしよう、もうスライダー、いやでもあいつ軽量カードしか入ってないから6コス以下でしょ。赤さはもういらないんじゃないの。本当に本当か、本当だね。いや俺を信じてください、俺を信じてくださいよ。そして俺がやるのはピーカブのドライバー。止まるわけにはいかない、止まるわけにはいかない、よしよし、ヘイ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 。これ進化で負けるなんてことないもんな、全然大丈夫。オグリストバルで返せるんで、パラディンじゃない、ランサー来ても全然余裕でしょう。僕もピーカブきついんじゃねえか、ほら早く進化乗せちゃいなよ、いう。あードローンはきつい、あーにゃんちゅうだにゃん、あーん、おー、なんちゅうだんじゃん。殴ってくる？いいよ、全然。いいよ、全然いいね。いいよ、君。いい、悪くないね。あー、どうしよう。こうロマンムーブいっていいか。ロマンムーブいっていいか。ロマンムーブ決めていいか、俺。本当に行くのか。オグリスの天空竜ロマンムーブを、本当に行かれるのですか。はい、選手さん。オグリスの天空竜ロマンムーブ。俺はこの賭けに失敗して負けるかもしれない。だが行かせてくれ。行かせてくれ。タップスキル。あっと。これ殴んない方がいいよな。オグリスと天空竜。殴んない方がいいんすよね。なんなら。ここだけ殴って終わろう。力が売れる。次攻めるぞ。次鬼の速攻見せるぞ。これ手札から進化来たらやばい。なんで多分足りないはず。5なんで向こうのマナが。でもバウンスされてもきつい。バウンスされても俺は泣く。なんなら俺は泣くよ。オグリスサパイラルスレイドのび太くん。のび太くん、なにあいつ、ブロッカー、ブロッカーじゃん。生意気に生意気やってくれちゃって、あーほんまつっかえ、ほんまつっかえんわ。サーファーで戻すか。どうしよう。サウザンドスピアここ使いたくねえからな。じゃあオグリスの天空竜出す、出してペコタンスライダーでいいか。ペコタンからのここスライダーでいいかね。こいつ戻しとくか、こいつ戻す。へい戻れい、戻れい。一発殴りてえな、トリプルブレイカーついてるんで。一発殴っていいのか。殴っちゃうもんね。もう殴っちゃうもんね。止まるんじゃねえぞ、止まるんじゃねえぞ。これまだバウンスあんのかな、またバウンスあんのかな。進化速攻来るか。でもそろそろ進化速攻来てもおかしくない。あーさ、もう本当にやめろよお前。マジでお前、俺のオグリストバルなんだと思ってんだてめえ、マジで殺すぞ、ぶち殺すぞてめえ、マジで俺の、うちのオグリストバルをね、あんたなんだと思ってるんすか。怒りますよ。あ、本当にいいのか、本当にいい、本当にいい、俺は間違ってない。俺が進むべき未来は常に正しい道のりだった。よし、ここでエンドしよう。あ、ピーカブ出して、ここでエンドしよう。よし、いけるぞ。オグリスの天空竜、お前なら決められるはず。次のターン、これマジお前返せないだろ。進化速攻来る、大丈夫。いや、これトリガー発動しねえじゃん、やべえ。サーファーが発動しない、これやばいぞ。これサーファーが発動しない、ユニコーンフィッシュ。いや大丈夫、1体しか戻せない向こうは。いい、そのための2体なのだ。しかも手札に戻っても火力が上がるぜ。よし、ここ決めに行く。ここは決めに行くぜ。ちょっと待って、計算しろ。10マナでしょ。で、リーフ、トリプルブレインサーファーだね。トリプルブレイン。火力を上げろ、火力を上げよう、もっと、もっと火力を上げろ。よし、行け、オシリスの天空竜の攻撃。戻れ、
オグリスの天空に決めろ。将来弾決まる。トリプルブレイカー、よし行け。ダイレクトアタック、オグリスの天空にの力だ。これが神のカードの力、強すぎるぜ。なんて強いんだオグリスの天空竜、あまりにも強すぎるぜこのカード。最強すぎたなオグリスの天空竜、マジで強い。神のカードですこれが、オグリスの天空竜。さあお前の強さを全世界に見せつけてやる時がやってきたぜ。おお、フェアリーキャンドル来すぎ、フェアリーキャンドルさすがに来すぎ。サウザンドスピアは最初に埋めさせてもらうぞ。はい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 、さあどうする。デーモンハンド、黒が見えたらねちょっと嫌になっちゃいますね。黒が見えたらちょっと嫌になっちゃうから、ピーカプヘイト管理よろしく。ピーカプヘイト管理よろしく。入ってんのかな、まあ、ブラッディアリングとかが出しづらい。おっと黒緑、バロムの可能性、バロムの可能性大。価値はあー、アブゾドルバーか、なんだ、もう何でもありですよね。そうなったら、エナジーラーク、エナジーラーク。これでもね、アタックするよ、自分も割れるうちにシールド割っとくんで、もうオグリストバルもトリプルブレイクが限界なんで、手札10枚あってもあいつ。所詮トリプルブレイクが限界な男なんでね。かわいそうなやつだよ。はい、うめえ。フェアリーライフ。あ、うめえ。あ、からの。あー、聖堂の鎧ね。はい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 。マナ加速。黒緑、やっぱりね、バロムちゃん系男子ですよね。テコタン、出す、ドロー、オグリストバルそろそろ引きたい。トリプルプレイ、いいね、悪くない。シールド殴らない。はい。聖堂の鎧、うめえ。おーおーおー、一番パワーが小さいやつ、ぶっ殺しまん。ぶっ殺した理由、これした理由、まあ、仕方ないね、仕方ないね。こいつダブルブレイカー持ってる、持ってない。じゃあ全然いい。あ、ミラージュマーメイド強いぞ。ミラージュマーメイドは鬼強い。トリプルブレイヤー、エナジーライト埋めよう。もうエナジーライト埋め、はい、ミラージュマーメイド、はい、強い、もう強い。ああ、おー、なんちゅうだにゃん、殴らないにゃん。8マナ進化、ドラゴン来るか、バロストも入ってんのか。わー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 、ドラゴン回収、ドラゴン落としたっけ。いやお前なんもないぞ多分。お前ドラゴン回収できません。はい、ドラゴン回収できません、残念でした。とペコタン、うめえ。トリプルブレインしちゃうわ。いいね、いい引きっぷりです。よっしゃー。でピーカップ出しとくと相手は結論困る、結論相手は困る。あ、ファントムバイツか、ピーカプ取られる。ピーカプ取られる、ピーカプ取られる。殴ってくる、いいぜ、構わないぜ。私は一向に構わん。アストラリング、いい、悪くない。真ん中でも殴ってくる、いいね、いいよ君、いいいい、最高だよ。あ、これ手札何枚、落ちる。いや、ギリギリ落ちない、ギリギリ手札落ちない。ルピア梅、オグリストバル、ピーカプ、はい最強、とどまるわけにはいかんのだ、はい、とどまるわけにはいかんのだ。トゥットゥルー、バルム持ってないでしょ、さすがに、さすがにバルム持ってない読み、バルム持ってないでしょ。こバルムあったらマジあっぱれだよお前。あーね、でピーカプ取られるとそうしょうがないね、そうしょうがない、取らないですね。生きている生きている、ダメなの、やばい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 、止まんなくなる、止まんなくなる。やばい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 。横サウザンドスピアで取りに行くか。いける、いけるぞ、まだ。俺にはサウザンドスピアがある。舐めてもらっちゃ困るんですよ。ホッコルピアちゃん埋まってくれて。これマジ強い。4枚ブレイクできる今。あ、でもこれちょっとどうなる、これ使ったら減っちゃう、減っちゃう、おら、しない、しない。4枚から3枚になった。でも仕方ない、それはね、仕方ないね。ホッコルピア出しとくか、ホッコルピア出しとく。で次のターンフィニッシュあるぞこれ、次のターンこれフィニッシュあるぞこれ。いや強すぎる、いやこれ最強すぎるでしょ。これ次のターンフィニッシュあるで、いけるいけるいける、全然いける。
全然いける。うわ、城之内くん、マジ。え、それ壊すなよ。よしよしよし、まだわからない、まだわからない。あ、スパイラルスライダーで戻しといた方がいいか、あれ。どっちだ、ロマンムーブ、ロマンムーブ全員一応決めろ。エナジーライト、もうエナジーライト使いますわ。エナジーライトで手札増えて4枚、こう限界なんですよ多分。これ以上手札減らせないんで、これ以上手札減らせなくて手札増やせないんで、殴りに行くしかねえだろ。いや本当か、いや殴りに行くしかねえだろ。いや殴りに行くしかない、俺ここで勝つわ。ここで勝つ、4枚ブレイク。おお、デモハンドは来ない、デモハンドなんてねえんだよ。うわー、死の宣告。あ、勝った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 、さよならオシリス。さよならオシリス、ヘイ。最強、4枚ブレイク最強、オシリスのテクリ最強。あぶねえ、あぶねえ、死んだかと思ったぜ。いや強いっすね、強い、最強なんだよこのカード、マジでほんま最強、神、オシリスは神、オグリスは神。